どうもこんにちは、警視庁広報課の吉です。警視庁広報課の西川です。今回は私からのお知らせ動画になりまして、今回2点お知らせがあります、はい、まず1点目ですね、はい、こちら広報警視庁103号を発行しました。あ、はい、はい、西川さん、103号はどういった内容になってるんですか？はい、103号はまずこちらですね、防犯アドバイスの記事になっています、はいはい、自転車等と痴漢というですね、卑劣な犯罪からですね、身を守る方法ですとかアドバイスを掲載しています。人気のない道を歩く時ですとかに参考にしてもらえたらなと思います、はいはい、でこちら画面のワイド記事はですね、クイズを解いてゴールを目指そうというですね、安全安心チャレンジになっています、はいはい、こちらではイカのお寿司ですとか横断歩道の渡り方について楽しみながらですね、覚えてもらえたら嬉しいです。はい、はい、中面クイズなんですね、はい、そうなんですよ、すごい楽しそうです ね吉田さん、はい、イカのお寿司のす、はい、すぐ逃げる、はい、正解です。ありがとうございます。ところでにしかし、はい、前回、はい、プレゼントコーナーあったと思うんですが、今回もあるんですか？今回もあります。ありがとうございます。はい、前回スマホショルダーだったんですけれども、今回はですねこちらです。はい、はい、ピッポくんの反射材シールとホイッスルのセットになっておりまして、はい、こちらをですね100名様にプレゼントいたします。はい、すごい可愛いですね。これピッポくん可愛いですよね、はい、で今回ちょっと実用的なセットにしてみましたので、はい、こちらですねちょっと笛ピッポくん書いてるんですけども、はい、なりましたさっきから練習したんですね。練習してました、はい、前回の質問保証だった、はい、だったと思うんですけど、さすがに段ボールじゃちょっと少しは作らなかった、ね、なんか段ボールでね前回スマホショルダー作ってましたもんね、はい、これ作れたらね、はい、ちょっとね厳しかったです。怖いですよこれ作れたら、はいはい、こちらの応募方法なんですが、はい、ハガキにですね、郵便番号、住所、氏名、年齢、どこでこの広報誌を知ったか、感想、要望を記載の上、警視庁広報課、広報警視庁担当までご応募お願いいたします。お願いします。詳細については概要欄に載っていますのでご確認お願いいたします。締め切りは4月28日金曜日の消印有効となっております。で都内以外の方も応募できますので、ぜひお願いいたします。お願いします。はい、前回メテプレイの感想を書いてくださった方がいて、はい、すごく嬉しかったです。すっごい嬉しかったですね、はい、またダンボールのスマホショルダーも欲しいって言ってくれた方がいらっしゃって、うん、はい、ありがとうございます。びっくりしましたね、はい、嬉しいですけど、嬉しいです。またはですね、はい、吉田のいいことを書いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。またお待ちしております、はい、吉田が喜びます。お喜びします。はい西川に、はい、告知もう1点目なんですか？はい、もう1点なんですけれども、はい、この度ですね人事異動に伴いメトポリを卒業することになりました。西川氏、はい、お年を置いて異動されちゃうんですか？そうですね、ちょっと、はい、承認しまして、はい、階級が1つ上がりますので異動となります。はい、はいはい、おめでとうとかないんですか？おめでとう、おめでとうございます西川慎を見かけた方がいらっしゃったら、はい、どうぞ。今後の部署とかでですね、はいはい、いじってあげてください。あ、もうぜひとも話しかけていただければ喜びます。よろしくお願いします、はいはい、じゃあ最後ですので、はい、西川慎からこうメトポリの感想を言っていただこうと思います、はい、お願いします。ありがとうございます。はがきなどでですね、いつも応援のコメントをいただいたりですとか本当にありがとうございました。広報誌もですね、メトポリの方もですね励まされております。はい、ただまだもう少しだけ多分撮ったものが残ってるかなと思いますので、はい、そちらの方もぜひ見ていただければ私が大喜びいたしますはい、よろしくお願いします。はい、ちゃんと話し、はい、動画アップしたら、はい、西川氏にちゃんと1日100回見てください。見ます見ますよ。ちゃんと見てくれるんですか？でもそれで視聴回数伸びても嬉しくないでしょ、はい、いやいや嬉しいですよあ、西川氏に100回書いてるな、私の100回だそうですはい、はい、ということで、はい、以上メトポリでした。メトポリでした。今後ともメトポリをよろしくお願いします。はい、広報警視庁もよろしくお願いしますはい、いいじゃないですか、はい、ゆるい感じで、はい、なんだ
なりました。冬は流すのが大丈夫ですか。